そういえば、冬樹からお母さんの話ってあんまり聞いたことなかったな。そういえば、アキラくんは？知らないわよ。こんな時にどこほつき歩いてんだか。父親が違うだけでこんなに似ないなんてね。え？冬樹くんとアキラくんってそうだったの？そうよ。冬樹くんの母親、最初の旦那さんから逃げるみたいに離婚して。最近じゃあ DV っていうの？そんなことするような人には見えなかったけどね。結婚なんて我慢の連続だってのに、大げさに騒いで。再婚相手と付き合う口実だったのかもね。悲劇のヒロインぶりたかっただけじゃないの？やだ、ちょっと言い過ぎよ。逃げる。私も逃げられるの？ユリコ。冬樹、今の聞いて。この支配から。おいで。冬樹、ダメだよ、こんな時に。やめて、お願い。黙って抱かれろ。簡単に逃げられるわけないじゃないか、ユリコ。一度は神様に愛を誓った男なんだから。先行ってる。ユリコさんは？え？さっきそこにいたよね。戻らなきゃ。破れちゃってる。替え、持ってきたっけ？みじめ。大丈夫。いつも通りに。ただいまーっと。なんで？やっぱあの時の。何これ、俺たち赤い糸で結ばれてる？待って、なんでここにいるの？そっちこそ。俺んちで何してんの、お姉さん？俺んちってこの人もしかして？アキラ、人の女に馴れ馴れしくするな。ああ、そういうこと。そっかそっか、あんたが兄貴の嫁だったとはね。兄貴と違って出来の悪い弟だけど、今後ともよろしくね、お姉さん。おっとこれを機に仲良くしようよ、お兄ちゃん。うるさい、早く着替えてこい。へいへい、風呂入ってこよう。うん。ユリコさん、ちょっといい？あ、はい。ああ、嫌いな匂いだ。